飲めと言われて素直に飲んで、吐けと言われて素直に吐いた。歌詞がわからないから早く袖に出す、登ってこいよ。てててんてん。あの、この公開処刑みたいになっちゃってるんですけど、これ本当に社会人枠って辛いですよね。いつも。もう300人ぐらいいるライブ会場の勢いでやりたいんですけど。はい、どうもありがとうございます。ジュゲームでーす。お願いします。今日ごめんね、あの本当に編集してなかったからね、あのままやり続けたらもうフルコーラスいけたよ。せめてもうちょっとあの、フェードアウトかなんかあるかと思ったらもうずっと流れてる。僕の歌ってるのと被ってるからね。一切つけなかったからね今日は。ね、こういうのもライブということですね。あの、どうしたの。なんか悲しくて言葉にならないですもん。泣かないで。傷を負いましたね。はい、もう感極まって。早くね。そうだね。では行きましょう。久しぶりだな。いや、歌う気なのこの感じ。歌、もう一曲やりたかったもう一回出してもらう。いいっすか、ほんまに。もういや、いいっすかって。僕そんなね、精神力強くないんですよ。こう見えて。いやいや、ちょっともうね。せっかくなんか、いや、音響さんノリノリなんですけど、僕はあの、もうごめんなさい、折れました。ノリノリだもんね。いやいやいや、いやいやいや、来た来た。また流して。当てないでスポット。飲めと言われて素直に飲んだ。吐けと言われて、もうごめんなさい。ごめんなさい。僕は悪かったです。今ので1曲分の尺終わったよ、もう本当に。やだ。なんかありがとうございますって言って、なんかごめんなさいって言ったかわかんないですけど、あの音響さんは本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。やるか、ほうじゃ。入りましょう。曲紹介、じゃあ、ね、ではあのこの空気からですね、一曲歌わせていただきたいと思います。もう恋なんてしない。強がりを言えるのなら、もう
恋なんてしないなんて言わないよ絶対。日本並んだ歯ブラシもいいポンポンステアンシーマも身の隅で語る。郵便がポストに届いてるうちは知らない誰かと見つけてみせるから。本当に本当に君が大好きだったから、もう恋なんてしないなんて言わないよ絶対。ないイントロですからね、本当に。それでお前行ってこいって言われて出てくる僕の気持ちどうする？もうちょっと分かった、もういいよ。ですね、はい、我々今回ラボアの OB OG 枠としてですね、やってまいりました。今回この中にラボアのなんていうの、出身の方多いんですよね。もうこういう話は一回やってるかもしれないですけど、どれぐらいいるのかな。ラボアの方は何人くらい？でも結構多い。その中で、1年生はどんなもんなの？いっぱいいる。あ、なるほどね。あ、やばい、もう見ちゃったよこれ。ね、来ちゃったね、本当に。いかんよね、本当に。あ、そうなんだね、本当に。ちなみに僕らを知ってるって方は？え？すごい。すごいね。そう、1年生やで。1年で。悪いことできませんね。すごいね。だって僕この間分かったことだもんね。なんで知ってんの？確かに。ね、すごいね。でもなんか今日違うよね。あ、分かってた。いつもと違うよね。分かってた。違うよね。僕はいつも通りですけど。いつも通り面白い。本当、はい、でいつもと違うよね。そうなんですよ。本当はですね、初めて見る方もいらっしゃるかも。おい、どうしたお前。いや、プツプツなったよ。それマイクに言って、僕は僕ですよ。知ってない。僕と知ってない。お前はお前だ。知ってない。そう、だから。いつもとメンバーちょっと違うんですよね。なんかプツプツしてる。プツプツしてるな。メンバーが違うからね。メンバーが違うから、ね、マイクも違うのかな。そうなんですよ。一人ですね、いつものぽっちゃりした王子様がですね、ぽっちゃりしたメンバーがもう一人男の子いるんですけどね、うん、なんか見事に病気にかかりましたですね。声出すなってドクターストップがねかかったみたいでですね、うん、そう、やってくれやがったね、本当に。真っ赤になって、歌手みたいな病気ですよね、本当に。歌手みたいな病気、歌手みたいな病気だな。本当にね、やってくれちゃったんだよな。なんか本当にチェンジが。もう本当にね、よく、本当ね、体調、いろいろ、入ってない。いろいろ忙しいな。そう。
でですね、今日今回急遽ですね、もうそれが発覚したのが2日前ですよ。2日前そうですね2日前にそれが発覚しまして、今日今回2日前に急遽もうブッキングしました。一番奥のね、彼女にね、今回手伝ってもらってます。授業も2軍ですからね。そうだね思いますよ、それ2軍って言ってもははありますね。マイクなくてもなんとかに思ってんだよ。あ、来た来た来た、欲張り。そう、まあ、大体授業は本当にいろいろ準レギュラーによって支えられてるバンドですよ。いろんな方々に支えてもらってですね、なんとかこう、ね、切り詰めてこう活動しておりますんでね、うん、はい、まあ、ジュゲームっていう本当名前の通り、ね、いろんなメンバー名前があるんですよ、うん、ね、そういう形でですね、今回急遽2日前にもう無理やりお願いした形なんですね。2日前のね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。夜にね。なのでちょっと本当ラボアの新しい子、これが本来のジュゲームのメンバーではないんですが、うん、そうだね、まあ、それなりにですね、ね、それなりに、うん、こなしております。我々経歴長いです。そうですね。芸歴も長いですから、もうなんそつなくやります。最後の最後まで皆さん楽しくね、はい、させていただきたいと思います。じゃあちょっとせっかくなんでね、最後にですね、メンバー一人ずつからですね、はい、今日いない足立くんの、足立って言うんですよ、王子様、入院じゃない、ぽっちゃり王子がね、ぽっちゃり足立くん の、 いいところを一言ずつ。あーいいね、いろいろ聞けるな。じゃあ向こうから行きましょう。マイク入ってる全部今。声が大きい。それもう取られた。うるさいって。うるさいね。やかましいです。お腹が大きい。お腹が大きい。そうだね。お腹がだいぶ太りましたからね。なんだろう。大きい。目が大きい。目が大きい。目が大きい。その大きい縛りみたいな。やばいやばいやばい。だんだんなくなってくる。そろそろ来るよ、これ。心も大きい。おっと、大事なことが入ってないってことは、それほど思ってない。ちょっと今、前心が何心も大きい。じゃあ、タケ君、足立のいいところ。ぼーっとしてたら来るよ、こうやって。いいとこ言えばいいんだ、別に大きい縛り関係ないから。何だろう、思いつかない。特にない。特にないか。え、俺先輩後輩に対して怒られたことない。ないないない。嘘情報やめて、本当に。しかも先輩後輩ってどんだけレンジ広いんですよ。でももしかしたら怒ってくれるかもね、これ。そうだね。これをいいこと聞いた。今日のがある。今日、そう、今日のがあるし。みんな今日の音源どんどん流してる。カメラが回ってるから、ってくれる2台ぐらいカメラ回ってる。そうそうそう。はい、使おう。ビデオレター。おしおしおし。まあ、あと純粋にね、うん、上手ですよね。上手。ずるいですよ、ほんと。ずるい。そう、今日みたいな僕のポジションなんか絶対彼にやらすべきなんですよ。はい。はい。ん？足立くんのいいところ。足立くんいいところ。うちが近い。どこ客さん今の兵いらんかったやつ。やった。なんか反応返ってきちゃったやった。よかったね。嬉しくなっちゃう。またですね。情報。いろんなメンバーとともに我々、一生懸命活動してまいりました。あなた言ってないじゃないですか。あなた。上手って言ったやん、上手。うん、あ、言ったか。お父さんやめてよ、もう。なのでですね、またいろんな各方面で、我々をまた見てくださって、応援して、くださればいいかなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。お願いします。はい、こんなね、くちゃくちゃな先輩です。はい。ラボアの皆さんまた、よろしくお願いします。お願いします。あと2分？でも3分で書いてあるよ。あ、ないの？用意しとかなくっちゃ。じゃあ3分だね。でもさっき15分から長かったもんね。そうだね。ごめん、僕2曲歌っちゃったから最初に、すいません。そう、確かに。それはごめんね。すいません。それはもう、もう歌おうよ。ピエさんが悪い。弁解してる時間がね、もったいないと思うの。ピエさんがやっちゃった。はいはいはい、はい。もうなんか鳴らす前から音取っちゃってるもん。ワン、ツー、スリー。タラッタ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 ダラッタッタッタ
しめるすべてのことから Cause I love you Da-d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 a